おはようございます。今日図書を2つ持ってきたんで、どちらかを選んでもう好きに作ってほしいコーナー。クリアさ的には、うん、こっちの方が選択肢が多いんで、うん、どっち？こっちをやろうかなと。あ、逆に？こっちの方が選択肢が多いっていうのは？まあ枝数が多いんで、あ、いろいろできるんじゃないかなと。構想もこれを使うのか、うん、削っちゃって天神みたいにして、うんうん、半剣のような形にするとか、いろいろできる、いろいろできるんじゃないかな。あえてやりにくい方を選ぶと、うん、ちょっとやってみようかな。さすが。どういう感じに、これ見た時に、うん、これが下枝のような感じに作れるかなとは思ったんですけど、はい、この太いのがまず曲げるのが困難なので、これを落としたいんですけど、ただそうするともうここの動きが、まあ、そのまま直線でこうやって来てしまうので、これをまた針金かけるのもちょっと面倒くさいっていうか、うん、まあ手間になるので、逆にこれを落としてこの2本で作った方が、まあ、よりちっちゃいやつができんじゃないかなって。これを落としてしまうと、うん、この太さとこの太さが一緒じゃないですか。だから強弱が出ないっていうのと、あと逆にこれを落とした場合だと、ここからここがまず癖になっちゃうんで、まあ面白くない。逆にこれを落とすと、この貝って感じが出て、なおかつここで大小ができるじゃないですか。幹に太いのと細いの。なるほど。だからそれでいい感じになるんじゃないかな。あとは正面ですけど、幹の流れがよく見えそうな場所と、あとは立ち上がりのこの部分がへこんでる方がやっぱり幹としての立ち上がりとしてはいいので、一回この辺掃除をしてみて、よりいい方を正面にしたいかなと。なるほど。それでも後からでも構想は変えずに同じような作り方ではできるので、まずはちょっと掃除をして正面を決めたいと思います。はい。結構あるのかな、根がっていうか、多分盛り上がってきてるんだろうな、うん、植え替えがあんまりそこまで一昨年ぐらいやったのかな。 こちらの図書は秋元園芸さんで購入しました、はい、素材がたくさん売ってて楽しかったです。はるばる大宮まで、うん、一応おまけしてもらったんで宣伝です。違ったんですけど、なんか根っこがでかいのがちょっと後ろに行き過ぎてる感じがするんですけど。これやっぱり粘りができ始めているのとか、うん、まあ、一番迫力がある根がここだし、この曲もよく見えて、まあ、立ち上がりちょっとへこんでるし、ここが理想なんじゃないですかね。とりあえずこれで作ってみて、また後で修正してみようか。わかりました。このぐらい残して落としちゃって、一応は、はい、これもやっと、いや、これもあとは無事で買ったらしいですね。みんな売ったんだから綺麗に剥けますね。ああ、うん、今の時期はおばあちゃんが来た、買ったんだよ。じゃあいらない枝を、先ほどこのいらない太い枝を取ったんですけど、うん、枝の中にある細かいちょろちょろしたやつとか、後々下になるであろう枝とか、うんうん、長すぎる枝を、まあ、ちょっと剪定していこうと、はい、まず針金かける際は、まあ、増えない枝を取って針金をかけた方がやっぱり針金をかける本数が減りますよね。わかりました。はい、ちょっともう一回やっていいですか。はい、何を。最初から枝を落としてる。先に枝を落として針金。どうか。OK。それは常識ですからね。そうですね。はい、テロップが入ってる。テロップが入ってる。で、切る時のポイントですけど、うん、まあ基本的に枝が太るので、盆栽の場合はやっぱり3つのところから切る、落とすっていうのが、まあ、基本ではありますし、あとはやっぱりこういう心拍とか、そういうような仲間、心拍の仲間じゃないですか、うん、こういうのはやっぱり下に垂れ下がってるのがあると話しなく見えるので、うん、そういうのは極力排除してあげるっていう、はい、あとはこうやって自分が、うん、針金をかけるわけじゃないですか。ってなると針金をかける本数とかかけにくさを考えるんですよ。最初にこれをこうやって下げた場合に、うん、これがまあもう一つの枝になるわけですけど、はい、これを使うんでもいいんですけど、こうやって上げるの、うんうん、でももうすでにここに
高さが同じところでいい枝があるわけなんじゃないですか、うんうん、だったらこれをわざわざこうやって上げる必要もなく、うん、ここで落としてしまえば、まあ、高さが一定になると。めんどくさいのは落としちゃう、得るんだったら落としちゃう、うん、まあ、枝がないときは別ですけど、こんだけ枝が今詰まってるのでそういうのは落としちゃうと。あとはビヨンと上に出たやつ、うん、で元にこういう細いのが出てるんだったらこれを針金かけてこうやって伏せるんでもいいですけど、落としてしまってもまあこの枝としてはこれでこの後成立するんじゃないかな。これをわざわざ下に下げるっていうこの労力を考えると大丈夫じゃないかな。ただこれが枝がない時とかはこいつに立て替えないといけないわけなんで、うん、そういう場合は先の方を切ってこいつを下げるっていう場合になるんですけど、まあこんだけこいつが出てるんで、はい、まあ心配ないんじゃないかな。あとこの辺にもまだ使えるのはあるだろうし、そういうふうにいろいろ最初にもう不要な枝を落としていくっていう感じですかね。そうすれば針金かける本数も減ると。減る。あとちょっと長いやつ切ってあげたりとかすれば、はい、意味枝、意味枝を取り除いていくって感じ。そうですね。だから上にあるやつ、うんうん、同じところから吹きやすい、うん、小なのでもうすでに組み合っているところがあったら間引いてあげたりとかすればいいんじゃないかな。土壌もこうやって芽が出てるじゃないですか。ああ、これも二芽にしていった方がいいんですか。の方がいいとは思うんだけどな。二芽二芽、うん、まあ、枝を作るっていうことですよね、うんうん、枝を作るんであれば二芽の方が、まあ、綺麗に作れるんじゃないか。なるほど。ただやっぱり混ませてあげるっていうのを考えると枝先の葉っぱは別にあってもいいのかもしれないけど、うん、ただそうすると、まあ、ごちゃごちゃになっちゃって、はい、風通しも悪くなるだろうし、この辺は適宜落とした方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、こういう感じでざっとですけど枝は落とせたのかなとは。針金かけよう。根っこかっこいいですね。おい、うん、いい感じじゃないですか。ね、隠れてるけど。ではやっていきまーす。はい。全然変わったね。で、あらかた何、うん、枝の感じができたんで細かいのを次かけていきます。おー、ちょっと荒探しはしないでください。汚いなこいつって言われました。ここギュッてしたんだ。だから上に立ってるのが面白くなかったんですよ、うんうん、なるほど。でもこれ今下げたことでね、枝の向きも全部上にこう来てる感じで。ってこと？ここのこういうところが上向いてる感じ。ああそうそうそう、うん、だからそういう枝を残すんですよ。ああそういうことなんだ、うん、そのじゃあその上げた時のことを計算に入れて剪定してたと。そうそう、じゃないとでもだって効率的な問題ですよね。そうですね、さすが。さて、やっぱりなるべくこれも同じで沿わしてあげるっていう。で今は実質2本しかかかってないけど、うん、これだけ棚にできるんですよ。おー、ほんとだ。だから使えるやつと下のやつを見極めて、うんうん、なるべく少ない変数でもできるような剪定をしておけば後が楽なんです。へえ、めちゃめちゃ暑いね。中にする？あの暗さはどうですか？コントラスト高すぎるからあんまり見えないんだよね。天気が良すぎるんで中に移動しました。はい。
コントラストの問題ですね。そうですね。甘えではないですね。あんまりよろしくはないんですけど、この元から来てるやつが支点になるわけなんですよ。針金かけて太いのの支えがあって細いのが効くんですけど、はい、この場合これをかけたいのにここまで来てないんですよ、枝が、あの針金が、はい、っていう場合どうしたらいいかっていうと、これにかけちゃうんですよ。んこうやって、これで今それはこうやってやると、はいはい、ここを動かした時にここがグラグラであんま効いてないんですよ、はいはい、だからここにもかけちゃう、はいはい、そうするとこうしてここを動かしてもここがブレないで済むんです。効きやすい。そうそうそう、ここがブレちゃうんですよ。それは太い針金の先っちょ、先っちょちょっと足んなかったんですよ今。そういう場合も引っ掛けといた方がいい。引っ掛けといてあげた方がその枝がグラグラしないんで、うん、クロスするからあんまりよろしくはないんだけど、回収だみたいなやつ、ほうほうほう、これがない方が、まあ、完全に流れてる感じがあるんですけど、うん、まあ、模様着っぽくできるのかなと。これがない方がこの幹の面白さは出るんですけど、うん、まあ、一応今後のために切るのはいつでもできるので、はい、残してはいただいた方がいいんじゃないかな、うん。正直もうこれで十分ぐらいなんだけどな。出てるやつを取ってあげたい。ちょっと向いてます？シャリ。何？粘点がいい感じになってるから。向いてみますか？ちょっとですけどね。危なんな。何とか持ってきて。これぐらいがいいんじゃないですか。今ちょっと色鉢ですけど、まあ色的には合うんじゃないか。角度はそんなに変えないんでしたっけ。いや、さっきはこうだったんだけど、うん、まあ、ちょっとこれぐらいにする。ほうほう。で、まあ、植える時はちょっと鉢はでかいですけど、ちょっと左流れか、これは、うん、だから右側にちょっと寄せてあげれば、はい、こっちを下にしたいんで、こっちに土をちょっと盛れば自然的になると、こっちが高くなる。僕は左を上にする。まあ、趣味でやってる人とかタイミング的にはもう1年に1回とかそういうタイミングでやるからどうしても忘れちゃうんですよ。どっち巻きとか。そうそうそう。でここで最終的な角度調整をするっていう。でちょっと化粧を直して、はい、完成。完成。完成ということ。この辺の将来枝は好みですよね、うん、これを落としてしまえば流れが強調されるんで、とりあえずは葉っぱはつけといて、うん、今後の好みなんじゃないですかね。でこの辺は裏枝があって、まあ、一番の挿し枝は一番力強くしないといけないんで、うんうん、葉っぱの数を多くして、なるほど。で逆の枝は少なくして、うん、この2個並んでる枝太い、ここ僕どっちか切らないとダメだろうと思ったけど、うまいこと隠れますね。まあ、本来はもうちょいこれを潰して、うん、よりこの出を見せてあげたいんですけど、今出が見えない状態なんで、プラコラということで、うん、いや全然気にならなくなった。さすがですね。
素材の状態から、はい、まあ、盆栽に仕立てるという動画でした。針金かけのことを考えながら枝抜きをしてあげて、より少ない本数で、うん、盆栽にするっていうことですよね。そうですね。いやもうこの棚は本当に綺麗に、下に枝がないと棚が強調される、うん、盆栽って感じ。ありがとうございました。